パー、チャマでございます。スマホ版ウィニングイレブンやっていきましょう。ということでボンバー、コメント来てますか？来てますな。七瀬丸さん、リセマラしていい選手当たってチームに入れるけど、そのいい選手に点取らせたいからパスをそいつに集中させるやつ多くない？守備しやすいんだが、ということで多いですね。かよさん、無課金の場合アプリ版の GB の使い道って何に使うの？何に使うの？もうガチャしかないんじゃないの？ガチャ以外あんの？今はまずガチャでもうとにかく選手集めていくっていうのが、運営からめっちゃわびてますやん。緊急メンテなんか来てるよ。ログインボーナス、ボーナスだけかよ。 GP だけパーパーするわ。 4000GP あれ。ということで何、やっぱちょっとガチャも引きたいけどな。とりあえず操作だよね。で聞いたんだけどコントロールシュートが打てると、フリー練習しよう。コンカコントロールカーブが打てるっていうのでちょっとやってみましょう。コンカ打てんのかな。なんかぐるっとクラシック操作だとぐるっと、スティックっていうか十字キーをぐるっと回してシュート打てば入るって誰か言ってたんだけど、ちょっと操作一覧でコントロールシュートってあんのかな。ダッシュドリブルパスシュート戻る、これしかできないの。右側ダブルタップ、コントロールシュート、コントロールシュート、バーストドリブル、クラス、パス&ゴー、フェイント、コントロールシュートのやり方、ちょっと待って、一回じゃあクラシック操作でやってみよっか。クラシック操作でなんかよくわかんない、説明もねちょっとあんまり聞いてなかったっていうか、ふわっとした説明だったからあれだったんだけど、クローンデリー、うちのクローンデリーはまず根幹があるのっていうね。シュートくるっと回してシュート、これこれ今のかな。スルーパス、ちょっとかあれかな、角度があれだったのかな。はいはいはい、くるっと回して、何今の周期入ってた、周期入ってたかな今のが。でちゃんとコントロールシュート、これそうなの、カーブしてた、コントロールカーブで、コントロールカーブがね誰か打てるようになったって言ってたんだよね。これ根幹になってる、根幹になってる、これぐるっといるの。そしてちょっと待って、根幹、俺が思ってた感じのやつではないんだけど、単純にこれでぐるっとする必要あんのかな、これ。これぐるっとする必要あんの、曲がってるこれ。どういうことなの、クロンデリーどっち利きなんだろう。しかもちょっと今うさんくさいシュート入ったんだけど、ぐるっとシュート強いみたいな、今回じゃなくて、ぐるっとしてどっちに戻すんだろう。最終的な十字キーの位置はどれなんだろう。ラインが来てしまいましたね。今回ちょっと一人でそうなの、そうだよって答えて、ちょっと頭の悪い友達ですね。ちょっと待って、ぐるっとする十字キー、ちょっとクラシック、これクラシックだよね。ぐる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 、こんかこれ。ちょっと一人で会話進めてよくわかんない、ちょっと怖い人ですね。ちょっとぐる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 、まずぐるぐるしてたらこれどうなるの。ぐる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 、タイミングによっては2話もいく。シュート2回押しか、2回目をボンバーするか。これ2回目とかあんのかな、アドバンスって。でも入るけどさ、これコントロールシュートなのね。これ強いよ、でも強いシュートな感じするよ。
カーブしてないような気するんだけど、これできてないだけかな。もっとできたらいい感じになるんかな。これマジで入るんかな、これどうなんこれ。あ、でもこっちの方がぐるってやった方がキーパーの反応変なのかな。どうなんだろう、普通に打ってみるか。あ、やべ、ちょっとやってみるか。 OK、 はい、でダッシュして、どうなんこれ。あれ、今ちょっとなんか軌道ふわっとしてたよ。え、もしかして、もしかして、え、コントロールシュートなってたの。はい、これどうなんだ。今週にはなってないと思うんだよ、普通の。え、これ用のことをコントロールカーブって言ってたのかな。ファーに蹴ってるだけっぽいんだけど、とりあえずアドバンスに戻してやってみよう。アドバンスこそね、ほんと面白いから。これシューン、あ、シューン、あ、それいいじゃん、いいじゃんね。ちょっとすぐ出せないっていうのがね、辛いところであるんだけど。これ根幹なってんのかな、これ根幹にはなってないけど、ぐるぐるシュートが強いよみたいな動画でいいですかね。え、これどうなん、どうなんや、これ今週になってないような気がするな。コントロールシュートって打てるんかな。あ、持ってるやつだったらいけんのかな、そういうこと？ちょっと待って。俺のちょっとコントロールシュートを持ってるやつ。ぐるぐるで打てるって言ってたから。ただこれマイクラブしかないから、自分のチームでコントロールシュートを持ってるやつがいなかったら、終わりだよね。ポジション。選手詳細。パボレッティ持ってないよね。ヘッダー、アクロバティック。じゃんどうなの。コントロールシュート、違う、これじゃない。ワンタッチシュート、マリーシア。ポールセンはどうなの。ポールセンはアクロバティックでしょ。あ、俺もしかして誰も持ってない説あるよ。ワンタッチシュートばっかやな。ベラ、あの、え、本当に誰も持ってないの、もしかして。ワンタッチシュート、てかコントロールシュートを持ってるやついんのかな。コントロールシュート、あ、コントロールカーブあるじゃん。フェリピ・アンデルセン、あれ俺出してたよね、さっき。コントロールカーブがあるってことは多分いけるはずだよね。コントロールカーブがあるんでしょ。でもなんかぐるっと回すと打てるって言ってたね。でも俺フィリピ・アンデルセン、あ、違う、練習モード間違っちゃった。練習リスト、攻撃形式、フィリピ・アンデルセン出してるよな俺。あれ出してないっけ。ジョーダン・ヘンダーソン、パボレッティ、ジョーダン・ヘンダーソン、あ、いたいたいた、フィリピ・アンデルセン、アンデルソンか。いくよ、ぐるっと。いけてるこれ。ぐるっと回せばいけるっすよね。アンデルセン出せ。こいつかな？あ、エレーラか。アウベス。どこ？アンデルセン。よしよしよし。試しにちょっと、このぐらいの、え、根幹なってんのこれ。単純に体勢を、ウイレの根幹打つときみたいな感じで打てばいける？もしかして。
カーブしてないこれ。え、ちょっと待って、何、どっち利きなの、フェルペン・アンデルセン。こっちから打ってみるか。カーブしてるのかな、これ。カーブしてんのこれ。そこが分かんないんだけど。カーブしてるような気もするし、ちょっとだけ曲がってるような気も確かにするんだよね。ぐるっと回す必要ないのかな、回してみようか。あー、カーブしてるっぽいなこれ。じゃあちょっとクラシックでいってみよう。クラシックでもっとさ、なんか気持ちよくグーン曲がるような、あ、コンカだみたいな。ちょっと普通のウイレって、あれ、普通のウイレって普通のシュートとコンカ全然なんか感じ違うやん。あ、曲がってるね、確かに。ちょっとこう曲がってるよね。ぐるぐるする必要はなさそうだけどね。体勢が多分コンカっぽい。今のは違うのか。今のはちょっと体勢コンカっぽくしたけどなってなかったのか。ここで中に切り込んで、いや、カーブしてないね、やっぱね。単純にファー蹴ってるよねこれ。待てや、やっぱぐるっとするの必要？こうでしょ？ぐるっと。こっからの。いや！違うな。こっちから行ってみる？こう行って、こう。え、カーブしてるこれ。カーブしてんのこれ。カーブしてる？で、多分右利きだよね、こいつね。右利きか。こっちから打つか。さっきから右でバック打ってるもんね。どういうことなんだろう。カーブしなくない？やっぱぐるっとさせなきゃいけないの？どういう体勢で。右とか左とか関係あるんかな。こっち側でちょっとぐるっとシュート打ってみよう。ちょっとカーブになってなくない？左か？左から打ってみる？いや、もうそもそもファーに打てない時あるしな。どういうことなんだろうか。でもいいねこれ、もう新しいカフェのスポットはええねん。はいはい。単純でもシュートはちょいちょい入ってるんだよな。ちょいちょい入ってんだけど、わしはコンカを打ちたいんじゃ。いや、出てない気するんだけどな。これがコンカなのかな、あの配信中に教えてくれた少年が言うには。ん？今の良かった？今のちょっと良かった臭くない？いや、お前やめろ。じゃなくてフィリピアンデルセン、どこいる？あれ、どこ行った？フィリペ、違う、来た。あ、じゃあ冗談変だ、そこ。あ、大変だ、寄ってきてくれ。よし、来た。あ、今のコンカだ、絶対そうだ。内巻きだ。俺今までこれをこっちね、こう回してたの、外に。こうだわ、多分。こっちに回せばいけるかも。あれ？今回見つけちゃった、俺もしかして。見つけちゃったっていうか。
本当にできるね。あ、ね、ちょっとコンカっぽくない？でもさっきの方がこすり上げるようなコンカになってた。これって本当にぐるっと回さなきゃいけないのかな、それともそのぐるっとの中に入力が入ってる何かでできてんのかな。どっちに出すんだろうこれ。コンカ持ってない、普通のウィレだったらコンカ持ってない人でも一応はね打てるんだけど、これは一瞬出たなマジで。でもちょっとこれは研究所立ち上げないと。え、コンカっぽくない今の。もっとなんかコンカめっちゃ強い人おらんかな。え、今のコンカなのかな。なんかはちょっと軌道違うような気するけど、こっちで打ってみるか。こっちは逆になるんかな。え、ちょっと軌道蹴り方違くない？ちょっと待って、これでしょ、普通に打ってみよう。普通に打つよ。もう足が違うからな、まず足が違ったらもう軌道も変わってくるから分からんもんな。こっちで、いや分からんな。ぐるっとでいけるんか。でもこれちょっと本家はね、ウイレの醍醐味の一つだから、斜めぐらい見てみる。打った瞬間にちょっとずらすとかそういうことなのかな。よしよしよし、いくでいくで。違うな、もう四角っていうかシュート入れた時点でもうシュートのモーション始まってるから、そうではないんだな。やっぱ事前資格の、いやなんかよう分からんの出たな。え、なになになに今の、何引っかかったね、なんか引っかかったね何かがね。ちょっと待てちょっと待て、これなんとか1回でも成功させたいんだけど、これは根下だみたいな。え、どうなんこれ、体勢崩れてるだけじゃない、根下の体勢にはなってなくない。ドーンドーン、いやちょっとこうこすり上げるような巻いてるような感じはするけど違うのか、どうなんだ。逆で行ってみる。なんでたまにこけんのこの人、なんでこの人たまにこけんの。マジでわからんな、一回でも打てたねちょっとね、コンカっぽいの。ダッシュしちゃダメとか絶対違うわこの体勢絶対これ違うわ。どこだ、どこにいるんだ、何してんだクロンデリは。ちっちゃい、あ、ちっちゃいキーパーかわいいな。ジョーダン・ヘンダーソン、ジョーダン・ヘンダーソンってコンカ持ってないか。なんかミドル強そうなイメージあるけど顔で言ってんのかな俺。なんでこいつちょいちょいこけんの。え、コンカちょっとわからないんですけど、コンカが打てるらしい。全然ダメじゃん、ちょっとペナない。これは絶対違うもんな、足ちょっと引いて打ってる。速す、ゆっくりかな、もっとゆっくりかもしんない。
クルッシュートってやってるけど、ウィーンってやってみようか。ウィーン、なんでこいつこけんの。何に当たってんのこの人は。何かの当たり判定があんのかなこれ。え、なんなのこの人、さっきから。あ、これ大丈夫か。何かに当たってるよね、あの辺で。グイーンで打ってみようか。グイーン、いや意味ないな。やっぱゆっくりだと意味ないな。速さ大事やな。あ、ちょちょちょ、キーパー、いやこれ根下じゃないもんな。腰引けたシュート。一回だけフィリピーが、フィリピーどこ入った。パスで、パスで入っちゃった。多分こっち側だったよね、一回出たのは。え、中継になったけど。どうなんですか、どうなんですかこれ。シューキャン、シューキャンになってましたよね今ね。どこだ、ピリピー、ピリピーは行った。多分この下から上だったよね。何でこけてんのこの人。何か出してるな今な。でもこの人右足ばっか使うってことは右足利きなんだろうな。ドリブルもずっと右足でやるもんな、ね、この人。いや、シューキャンできてないけどな。え、ちょっとどうなんでしょうか。一回できたような気もしますが、たまたまのような感じがすごくしてます。ちょっと正しいやり方とか分かる人いたら教えてください。今んとここの動画で検証した結果、本家はなかったという結論に至りましたけども、ちょっとやり方が分かんないのか、あの悪いのかもしれない。ぜひね、教えてください。コメント欄でボンバーしてね。パー、今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。